アクタシプレゼンツちょいトレ。テレビを見ながら楽しく手軽に健康アップ、秋田市プレゼンツちょいトレのコーナーです。教えてくれるのは秋田市福祉保健部の保健師佐藤千恵さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今新型コロナウイルスの影響でおうち時間を楽しく過ごすアイデアに注目が集まっています。そこで秋田市から毎日の健康づくりのポイントをご紹介したいと思います。はい、早速ですが今日は何ですか？はい、まずはこちらです。はい、はい、背中で握手ができますか？肩甲骨ストレッチです。はい、わかりました。それでは皆さんも一緒にやってみましょう。はい、それではまず関向さん、はい、はい、背中で握手をしてみましょう。え、こういった形でできますか？これが限界です。はい、反対はいかがでしょうか？反対、はい、反対も全然なんですが、私よりも渡辺さんの方がちょっと苦しいですね。はい、ではですね、頑張って。最近はですね、やはりお家で仕事をしたいだとか、あとは極端に体を動かす機会が少なくなってしまうということで、どうしても同じ姿勢をこう取ってしまいがちなんですね。はい、はい、そこで肩こりで悩んでいる方が多いということです。はい、まあ、やはり人間の骨格ですので、ちょっとまあできるできないはあるかと思いますが、肩甲骨のストレッチをやってみたいと思います。はい、お願いします。はい、ではまず最初に腕をですね、両手組んでいただきまして、はい、はい、肘を伸ばして腕を前に突き出します。はい、そして背中を丸めていきます。背中を丸める、はい、この時のポイントとしては、腕と床は水平になるように、そして背中を丸めるときは溝落ちからこう丸めるようにしてください。はい、はい、これを呼吸をしながら5から10秒間行っていきます。はい、はい、元に戻していただきまして、ではもう一度やってみましょう。はい、はい、では組んでいただいて、はい、前に出します。肩甲骨溝落ち、溝落ちに意識をしているので、はい、その溝落ちと、あと肩甲骨腕のあたりもしっかり伸びているような気がしますね。うん、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。家事の合間や寝る前など、うん、何気ない時間でちょっと体を動かすことで、健康維持にとても大切なことだと思います。はい、特にシニアの方だとフレイルの予防に効果があります。はい、フレイルですか？はい、はい、はい、フレイルとは加齢に伴い筋力が衰え、家に閉じこもりがちになるなど、年齢を重ねたことで生じやすい衰えのことです。うーん、はい、おうち時間にちょっとトレーニングをすることで、これらの予防に効果的です。ということで今日はもう一つやってみたいと思います。はい、はい、次はお口の体操、パタカラ体操です。お口の周りにも筋肉はありますので、これらが弱ってきてしまうと、噛む力や飲み込む力が弱くなったり、また発音がはっきりしなくなってしまうことがあります。簡単ですので、これは皆さんと一緒にやってみたいと思います。はい、はい、では最初に広田さんからお願いします。はい、最初の発音は口をしっかり閉じて、パパ、はい、パの発音は唇を締める筋力を鍛えていきます。続いて関向さん、はい、はい、かか、はい、綺麗な発音ですね。はい、かの発音は、はい、あ、すいません、間違え、間違ってしまいました。はパタからなのでたですね。はい、失礼しました。では続いてた、た、はい、こちらも綺麗な発音でした。ありがとうございます。はい、歯は上顎から下顎にしっかり舌を打ちつけますので、舌の筋肉のトレーニングにつながります。はい、では続いて渡辺さん、はい、はい、次何をやるかはすっかり分かってしまったかと思いました。はい、では続いてかか、はい、ありがとうございます。はい、喉の奥に力を入れて発音することがになりますので、食べ物を食道に送るトレーニングになるかと思います。はい、はい、では戻って広田さん、はい、はい、最後の発音です。はい、はい、最後はララ、はい、ララの発音は舌を丸め、舌先を上の前歯の奥につけて発音します。ラ、そのため舌の筋肉のトレーニングにつながります。はい、ではですね、今までのパタカラですけれども、はっきりとした発音で、そしてできるだけ早く繰り返すということがより効果的と言われています。
皆さん私の手拍子に合わせてパタカラを続けて発音してみたいと思います。はい、はい、準備はよろしいでしょうか。はい、はい、ではいきます。せーの、パタカラ、パタカラ、パタカラ。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はいですね、そんな形で行っていただければと思います。テレビの前の皆さんも何気ない時間を楽しく健康アップにつなげてみてはいかがでしょうか。保健師の佐藤千恵さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。